いつも動画見させてもらってます。すごい遠くまで。いい。車最近本当に2人とも買って、まだ1ヶ月ぐらい。アルミはもう後から入れたんですか。いや、これも元から全部この状態で買いました。エイムゲインの。はい。これお買い得っすね。そうですね。100万です。全部です。まあ全部ついてて。そんなで、それで買えちゃうんですね。たまたまカーセンサーを調べたら出てきたんですよ。どこで売ってたの。いや、山梨。で、見に行って。で、見に行って、もう中も綺麗だし、走行も少ないし、これもエアロからホイールからみんなついてるもんで。これもう即買いだよね。このトムスっていうのは最初から。そうですよ。だからこのトムスのエアロが全部ついてて。あ、これも得っすよね。あ、まあ自分ゴルフやってるもんで、あ、そのゴルフのあれで楽っすよね。トランクも広いし。そう、だから本当は600欲しかったけど、600の方が狭いじゃないですか、トランク。ああ、よくご存知。そうそうそう。ハイブリッドバッテリーがあるんで、全然違うんですよね。これ46探したらこれが出てきたもん。走行も少ないもんで。どのくらいなんですか今。4万6000。それ結構珍しいっすね。4万6000は少ない方っすね。うん、でだからドライブレコーダー、レーダー感知、まあ、であとマークレビンソンもついてるし、周期のこんな距離少ないのに100万で買えるんですか、多分もうちょっと多分ないよね。中古屋さんがまあ理解してなかったじゃないですかね。だからこのホイモだってめっちゃ綺麗ですね。エムゲインって分かってなかったですね。オプションだと勘違いしてた。オプション、LS のマークだ、これが入ってるじゃないですかだもんで。いや、これよくあるんですよね。あの設定すればできるっていうか、多分前のオーナーが多分やったんですよ、設定して。うん、それでだけど中古屋さんは知らない。いいオプションのホイールついてますよって見に行ったら言われましたから。知らないですね。だからこっちにしてみればもうバンバン剤ですよね、本当に。これだってこのホイール高いですからね。はい、ただ これだけはね、書いてあるから分かったらしいですけど、本当に高いじゃないですか、トムスって。だけどホイールは多分純正のオプションだと思って、だからそんな深い理由じゃないですよね。だからエンジンスターターもついてるし、最初から全部もうフル装備ですよ、もうほとんど。オプションもついてね。エンスターもついてるんですか。いいっすね。これ100万ですよ。これはめっちゃ綺麗だな。電気も全部もう LED に変えてあって、あとこの下照らすのも変えてあったもんで。全部。うん。だから、自分でやること何もないですよ。これめっちゃ綺麗ですね。びっくりした。ね、あんた買ったっつったら、あのドキンの入れ物とポピーだけだよね。ポピーだけですよ。あれとコーヒーぐらいですよ。そう。すごい。二口ソケットだね。電気取らなきゃ。昨日急いで買ったけど。安いですね。後から。だからあとはまあ自分でやるとしたらバックランプを変えたいな。ああ、明るく。LED。すげえ。グレードとかって分かる？C の I です。これ状態いいっすね、本当。これは綺麗だな。これは極上っしょっすね、うん、だから100万つってみんな大体信じないですね。だからヘッドライトも最初からこの状態だし、これ屋内保管かな、これオプションっすよね。そうそう、オプションのフォームです。それも最初からついてたもんね。これだって高いっすからね、うん、16万ぐらいするしたね、うん、もう一般的にもう広いっすからね。標準ボディで全然広いっす。で、あまり後ろを人を乗せることもないもんで、もうそうほぼないんすよね、うん。なんか前だけ豪華だったらいいかなみたいな、はい、初群馬ですか。あ、そうそうそう、 ありがとうございます。いや、ずっと YouTube は見てたんですよ、アキさんのチャンネルは。たまスーさんと、まあ、でたまたまなんか検索してたらスーさんって出てきたもんで、あれこれスーさんってあれじゃないかななんて。そうしたら顔に出てきて、はいはい、あ、間違いないこれスーさんだなっつって、はい、うん、連絡取ってもらって。だからこれ買うとでも保証、うん、3年間だっけか入ったの、うん、いや、それ大正解だと思います、うん、で、エアコンも掃除してもらったんですよ、なんだかお店でやってて。あ、そういうとこちゃんと知ってね、これが当店のおすすめですおすすめですって、純正のオプションホイールっていうのがいいですいや、これ状態いいですね、やっぱり、うん、ただそのダッシュボードがなんか変なシミみたいのが後は残っちゃってるんですよね。それが落ちないんですよ。落ちないんすか、なんすかね、これ。そう、わかんないですよね、それ。うん、あ、なんかあれかな、ワックスかなんかですかね。そんな、うん、取れりゃいいっすね。そうそう、だから業者みたいなので、拭いてもやっぱり取れないもんで。もう業者に聞くしかないですよ、これ。そうですね。専門業者に、うん。
そのぐらいじゃないですか。でもそうですね、あと後ろのシートなんかちょこっと破けてるぐらいで、いや後ろ座んないですか。ドア開けなきゃ、そうドア開けなきゃ分かんないですよ。今日移動距離結構あったじゃないですか。230ぐらい、うん、でオートクルーズついてるからずっとオートクルーズ出してくるし、あですよね。それが一番燃費いいですしね。そうそうそう、今まで見たことのない数字が出てきた。ああ、9とか10とか言って、もう普段街乗りでは5ぐらいしか出ない。シルバーって色はもうあれ良かったんですか。うん、そうそう、逆にあまり乗ってる人いないもんで、はいはいはい、白とか黒は多いけど、まあね、シルバーは逆にいないからいいかなみたいな。で買ってからいろいろ見てたら、トムスのデモカーとかもシルバーじゃないですか。そうそうそう、うん、でトムスのエアロついてからちょうど良かったみたいな。え、サスケンついてますもん、ね。うん、ついてます。最初からうん、これもそれも最初かららしい。最初ないって言われたんですよ。あ、うん、車屋に車屋がないっていうもんで、ここで納車の時に朗報ですなんて言われて、何ですかなんて言ったら、エアサスコントローラーありましただったらこれ以上下げちゃうと、もうあのハンドルも切れなくなっちゃうし、そうそうですね、うん、結構ゴツゴツしちゃうもんで、はい、これが限界かなみたいな。で、あまり下げすぎてエアロ割っちゃっても悲しくなるだけだし、いやもったいないですね。もうおそらく廃盤かなと思うんで、うん、そう廃盤みたいです。うん、そうですね、出るなら大丈夫。右後ろです。右後ろです。後ろです。これがあるからね、分かりやすいですよね。ありがとうございました。はい、こちらもありがとうございます。